はい、どうも、ことです。今日はね、アレクサンドロスのフェイマスデイの解説をしていきます。でチューニングがレギュラーチューニングのワンカポです。で BPM が180です。じゃあ早速やっていきます。はい、じゃあイントロから、バッキングパートから順番にやっていきます。じゃあ次はリードパートやっていきます。はい、じゃあこれはタブ譜載せると思うんでちょっと省略します。はい、じゃあその次のパートやっていきます。はい、じゃあここはゆっくりやるんで。はい、じゃあその次 A メロなんですけども、最初にやったイントロの部分とほとんど一緒なんでちょっと省略します。で次は B メロですかね。で次サビなんですけども、ケツの方にちょっとだけあるんで、そこやります。はい、じゃあ以上です。じゃあまた定期的にやっていくんで、よかったらチャンネル登録お願いします。あと下の概要欄に SNS の URL とかも貼ってるんで、よかったらフォローしてください。ではまた。